特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまのひとりごと。スクールランブルの魅力を語ろう。どうもゆうちゃまです。スクランという作品はですね、もうはちゃめちゃなラブコメディ。もうすれ違い、勘違いが織りなすスクールランブル。もう本当にぐるぐる回る、ぐるぐる回る。人間関係がもういろいろな方向に回ってる。播磨健二くんっていう男の主役キャラがいてるんですけど、もう天馬ちゃんっていうヒロインにもう一途でまっすぐなんですよね。ちょっとヤンキー系なキャラなんですけど、もうただただ一途。ラブコメ作品ってどうしてもこうなんか男の子が一途じゃなかったりとか、なんか女の子にねこう気持ちが揺れ動いたりしがちですけど、播磨くんはもうまっすぐ一直線、一途なところが押せるんですよね。珍しいですよね。ラブコメなんで女の子がこうね、やっぱり可愛い可愛いってもちろんなるんですけど、播磨くんもかっこいいんですよ、男として。漫画も面白いんですけど、スクランはアニメもしていきたいんです。アニメだと声優さんが声イメージピタってハマってて、みんないいんですよね。ヤクモは野戸真美子さんですよ。ドンピシャですよね。で、沢近は堀江由衣さん。もう今ではもう大人気声優さんで、もう今では大人気声優さんたちの演技ももうこう耳に聞けるんで、必見。スクランいいです。こうヒロインみんな可愛いですし、播磨くんは唯一無二のキャラしてますし、スクランは何年経っても面白さが衰えない作品ですね。好きな作品っていうのはね、いつまで経ってもこう色褪せない名作だなって思います。スクラン面白い。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。